佐川田さ、小学校の頃とかに習い事ガチガチだったタイプなの。マジ毎日入ってたタイプなんだけど、友達と遊ぶってこと全然したことなくて、だからもうある時にどうしても遊びたくなって、でもダメって言われたから、もうこれは行ったことにして遊ぶしかねえと思って行ってきますって言って、もうそのまま遊び行って、で出席したことにして帰ってた。途中でマジでバレてさ、もうボコボコに怒られてから逆にもう他のもモチベーション下がっちゃって、えーって遊んじゃダメな理由がわからんと思って、一回ね、もう坂本が帰ってこなくていいって言われて、鍵閉められてバンって出された時に、帰ってこなくていいんだラッキーじゃん遠く行っちゃってね警察沙汰になってからね、あんまりねそういうことはしなくなりましたね。はい、そこからインコになりました。まさかパトカーで迎え来られるなんて思わなくてね、マジかよと思って、帰ってこなくていいって言ったじゃんってなって、売り言葉に買い言葉みたいなのも分かんなくて、あ、そうなんだと思って帰ってこなかったよね。